金さんは中国の俳優。本名は張目、字は漢家。チャンス賞蘇州出身。若かりし、頃から上海に出て、と月賞の地軍を得、王明ららと東方劇者で活動。かなりの優れた要望と実力派俳優として人気があり、ファンからは話劇皇帝と呼ばれていた。その一方で1932年に密かに、 中国共産党へ入党、中国最翼劇作家連盟などで活動し、日中戦争では、旧国劇団を率いて、抗日演劇を積極的に上演した。中華人民共和国成立後は、中国青年芸術劇院の副院長、総監督に就任したものの、文化大革命では、後世との個人的な因縁もあって7年間も、投獄されたばかりか当時の妻であった。 孫医を弾圧で殺される浮きめに遭う。文革終了後に名誉回復を経て、中国文学芸術界連合会委員、全国政治協商会議員を務めた。舞台、最近化では、王明と高生徒でヒロイン役を争うことになり、このため原作者から両者が主演する二部共演の案が出された。だがそれに先んじて金山が、王明ららと集団で劇団を離脱して、 独自に開演に踏み切ったことから、もう一方のランヒンの演技の拙なさが目立つ結果となった。その後のスキャンダル騒動でランヒンは銀幕から姿を消すが、その遺恨が後の文化大革命での金山夫妻や王明への過酷な弾圧へと繋がってくる。期待のプレイボーイであり、演劇最近化で共演した王明はじめ65歳で最後の妻を迎えるまで4回。 結婚している。ありがとうございます。